はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。無計画にアークザラと都合をやるのパートのしまった30数回目ですね。よろしくお願いします。全くちゃんと数確認しないから、もうトゥームレーダーは終わってるんだからね、そんなに数忘れることもないだろうにね。ソウルキャリバーだってまだ6回しかやってないのに。さて、じゃあ今回ピラミッド編ですね。行くぜ。待ってね。この並びはなんだ？ああ、そっかそっか。アークが今、まだサリュー族のキャンプに張り込んでんだっけ？言い残したことがあるっつって。アークそういう口調好きだよね。サル族族長、ナムの名において封印を解く。どう見てもウィンドスラッシャーです。本当にありがとうございました。さあ、今の人間に見覚えがある方は いらっしゃいますでしょうかね。サリュ族族長、言いにくいんだよ。サリュ族族長ってナムだ。バルバラ堂と話がしたい。なんだ、族長ともあろう者が血相を変えて、みっともない。あは、わかったぞ。人質のことだな。貴様じゃ話にならん。王を出せ。は、今頃気づいたってわけか。この親不孝者め。貴様。ちなみに教えて差し上げようか。あの女にとどめを刺したらもうこの俺様ってわけだ。あ？やはりお前らか。殺してやる。ふう、どうやら間に合ったか。ナム、気持ちはわかる。だが少し落ち着け。気持ちはわかるだと？お前なのに何がわかる。暴ったれるな。いきなりの逆ギレ。わからきねえだろ。本当のところはわかんねえよ。けどな、ここにいる連中はみんな同じような悲しみを抱え、それでも悲劇を繰り返さないために悲しみを乗り越え戦っている。だったらお前には分かるっていうのか。友、弟、愛する人を失う悲しみが。噛みかけたがなんとか言えたぞ。あ、カサドール、貴様なぜ。ふははは、何から質問したらいいか分からないって感じの間抜け面だな。死んだはずのアリバーシャの偉大な将軍様がなぜ。腐りきってるのセリフでおなじみのカサドールさんですね。まあ言ったのは悪だけど、戦争中の、しかも相手の国にいるのか。大サービスで教えてやろうか。まず一つ目だな。俺は最初から死んではいない。お前らが殺したと思っていたのはデクノゴーレム、影武者さ。あんなんは倒して俺を倒したと思われては、俺も少々気分が悪いんだな。それから二つ目はだな、戦争を仕掛けに来たのさ。消しかけにか。バカバラードとアホバーシャにな。バルバラードとアリバーシャ、言い直し。なぜそんなことを。我々魔族はな、お前らバカな人間が世界を血と欲で染め、破壊すればするほどこの世界で力を得ることができるのだ。貴様らの贅沢が我々の血となり、貴様らの争いが我々の肉となるのだ。俺は一族を虐殺した張本人に力を貸していたのか。直将、俺はバカだ。さて、おしゃべりはこれくらいにして、次はお前らにサリュ族の村破壊の舞台裏を見せてやろうか。自分の悪事を自慢げに話した後、主人公に倒される三流悪役そのままだな。我がロマリアの巨大戦艦の勇士だ。あれの威力の凄さには感心したぞ。あんなもん作ってやがったのか。お前ら人間が作り上げた殺し合いのための道具の最高傑作だぞ。なかなか大したものじゃないか。さあ、ショータイムってやつだ。あの戦艦がどこへ向かったかわかるかな。サリ族の最後にふさわしい絵になるぞ。やめろー。二度も俺は。下道め、大丈夫だ。
悪、サル族の人たちは俺とラダで避難させた。ナイス悪。カサドール、もう悲劇は繰り返させない。すごいよね、今来たところでさ、産業もいらずに全てを理解する。まあいい、ここでの仕事もあらかた終わった。おい、奴らと遊んでやれ。そいつらだよ、お前らが俺だと思って倒したのはな。はっはっは。カサドールはアークザラットのそのロマリアの四将軍の中でも、じゃ四将軍じゃないんだよね、偉大な四将軍ではなくてただの将軍なんだよね。そういえばどうしようかな、 この辺でいいか、少し張っとこうか。こいつ確かまだね、棒を振り回すんじゃなかったかな、怖いんで少しずつね、じりじりと攻めていきましょう。何とぞね、こちらが先制攻撃を仕掛けていきたいところである。うん、あ、棒じゃないな、ただのパンチか。リーザが遅い、パワーロス。おい、ゴーレムのクリスタルは結構強い。おっと、入ってない。どうしようかな、何装備してる。バレット、レベル差があるから、うん、こういうステータスを落っことす方がいいかな。うん、多分そうなんだろうな。こっちだ。やった、よし、そしたら手加減しない人はここでか。よしよしよし、いい感じですね。どうすればいいかな、無難なところでいいですか、この辺で。よし、確実に破壊できてるね。レベル差があっても、戦い方によってはいろいろできるね。ナイス防御。精霊よ、我が力となれ。よしよし、あ、やるな、がっつり食らってくるね。この程度か、やるな、いい防御だね。どうしようかな、パワーロスもう一回かけてみようか。よし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 、どうする。オッケーオッケーオッケー、あ、いいですね、ちょっとバランスいいですね。こんなにさ、いい感じに戦えたのは本当に初めてだよ。やるな、ここでもよくね、ボカスかボカスかやられてた記憶しかないからな。ほい、あー、やっぱ前からの攻撃だとまるで役立たないな。あ、怖いな、ここ。シャッフルショット、サッフルだって、シャッフルショットレベル3。かなり遠くからできるからいいね。ね、強さというよりも、やっぱ範囲攻撃、ね、遠くから遠距離でやれるっていうのが強みだよね。まあ、そうじゃないとタコ殴りで死んじゃうからね。まあ、そのためにスケープゴートっていう技もあるんだけど。ほら、パーフェクトだぜ、今回。お、リーザ、やれるかい？ 5!5!5 ですら俺のナイフでやれる自信がない。ここは、アースクイック。アースクイック、まあ、ネックレス上げてもよかったんだけど、まあ、いいでしょ。そこまでね、ギチギリやらなくても。まだ足で待っといかな。ちょっと早い展開。ナム、サル族の悲しみじゃない、ごめん。人たちは東の森に逃がしておいた。みんな君の身を案じていた。早く行ってやるといい。カサドール、逃がすかよ。さてね、役立たずのナムはあそこに置いといてです。
さあここからが本番、ピラミッド。戻ってもいいんだけど、まあ別に戻る必要もないでしょう。ここまで来るとね、リーザがねどうかなっていう感じはしてきましたね。もしかしたら本当にねイーガの方がいいかもしれない。まあ、なぜかというと、ちょっとイーガを回してみましょうか。ちょっとレベルがまだ低いから、なんでイーガなんだよっていう話になってくるかもしれないですけど、ね、回復役のリーザを捨ててまで、ね、攻撃役のイーガを回す必要があるのかっていう疑問が出てくるかもしれませんが、ちょっと待ってね。じゃあイーガ何してんだっけ。癒しのお守り、防御時の HP 回復。あ、あなたが持ってましたか。ちょっとこれ持っとこうか。どういうことになるのか見てみたい。どういうことになるっていうのおかしいけど、あー、アイテムがちょっと膨れてきたな。あなたはちょっと、じゃあワホルリング持ってて。ごめんね。ここは、あ、ここは違うな。また別の場所か。コメントの方もありがとうございます。ね、このジークベックを、まあね、手に入れた方もいらっしゃいまして、まあ実はそのジークベックのこのパーツっていうのがいろいろ各地にね、隠されてまして、それをまたいろいろ手に入れて付け替えるとかなり強くなるんですよね。おっと？あ、そうかそうか。何時に問う。生まれてすぐは4本足、成長して2本足、年を取ってから3本足で動く、歩く動物とは、人間、怪我をしたマントヒヒ、進化したヤギ、俺は進化したヤギにかけたい、が人間です。賢き者よ、トールがいい。まあ、ここはクイズ形式になってまして、ね、当てることができれば戦わずに済みます。だが、アホは戦わなければなりません。で、ここはあのベルトコンベヤー式砂。ベルトコンベヤー式砂。頭が悪いぞ。ちょっと考えて進まないといけない。何時に問う。何時らはかつて強盗と先生と呼ばれる魔法使いに襲われたことがあるはずだ。その先生と呼ばれる魔法使いの名前は何であったか。用心棒、イザベル、ケレル、ジェフリー。ジェフリーですね。昔の動画見れば、見返したらわかるかもしれません。どこだっけな、あそこ。西アルディアの砂漠の、ここやり直し効かないんだよね。こう、物を押すのに。まあ、簡単だからかな。ね、砂漠を歩いてた時に出てきたやつが、用心棒ジェフリーだったと思います。何ジラの使う通貨の単位、G とは何の略称か。ゴールド、G クラフト、ゴッツ、G クフリードですね。ゴッツです。これどこまで行けんだっけ？まだあんのか。何時に問う。光と闇。これは相反する力で互いに相入ることはない。ならば、風と相反、ん？相反する力とは何か。エッチです。ちなみにこれはまあ、幼少の R はね、全然わかりませんで、とにかく殴る蹴るを繰り返して渡っていました。恥ずかしいですね。まずね、漢字が読めなかったね。ふぅ。さて、ここまで来たところなんですが、ご覧ください。これ、全部がこの部屋に繋がっていて、どこかな。まあ、見ての通りです。ね、ここ入れば何かわかるでしょう。はい。ね、外れるとこうやって落っこちます。これ、まぐれですよ。俺ね、狙ってません。ライトスイーバー。アビューサー。アビューサーはいらないかな。売ってもいいのかもしんない。弱いしね。ライトセイバーは、どこだい？光属性、攻撃時 HP 回復の36ダメージ。相当強いですね。飛び降ります。はい。ドレインですね。そうそうそう。吸収系ってね、R大好きなんですよ。ソウルキャリバーにしても、竹中半兵衛ね、戦国バサラにしても、
ん、あ、またお前らいるのか。ちょっとカットしましょうと思ったけど、一回ぐらい戦ってみようかね。負けることはないと思うからね。じゃあ用心棒イザベルで。愚か者め、死ね。危ない危ない、特にあのイーガとかは HP が、 HP じゃね、防御がね低いんで、殴られて HP を回復できるの、おっとやるな、いいかもしれませんね。でね、ライトセーバーつけて殴って HP 回復とか、そうそう、そのあるね、暗黒騎士がやっぱ大好きで、あるの中のイメージですよ。暗黒騎士っていうのは HP とか MP、 とにかくいろんなステータスをさ全部吸収するっていうイメージがあるんですよ。あ、どうしようかな、うん、あ、しまった、確実に場所間違えた。手加減はせん、手加減はせん、容赦せん、勝つだ。はい、俺の血が、俺の血が、行くよ。行く人は、まあ、シャッフルショットで、シャッフルショット、ここにいるとね、ちょっとサニアがね、ボコスカに殴られる可能性が高いんで、スピンスね、ラムダ神経もあるからね、非常に終わりはない、強いっちゃ強いんで、まあ、なんとかなれるでしょ。あ、そっかそっか、魔法のリンゴつけてないから攻撃力が低いな。お、ストライクパワー、これ良くないですね。イーガにはちょっと魔法の、おお、毒か、いやらしいですね。おお、シューじゃねえや、こいつも食らって、イーガもなんてこったいいよ。どこがいいかな、反撃が怖いから。で、そうだな、ここであのトータルヒーリングを使ってみましょう。このトータルヒーリングはですね、回復魔法ではあるんですが、それ以外にレベル3でいいや、トータルヒーリング、状態異常も回復するっていうね、相当優秀な回復技なんですね。これがあるとね、やっぱ強いですね。面白い、ちょっと待ってよ、どうしようかな、ブレス攻撃が怖いけど、シャッフルシャット、まあこのトータルヒーリングさえあればなんとかなる、なりえますよね。だから攻撃力さえ揃ってれば、アークは相当あのバランスの取れた強いキャラクターではありますよね。さあ、癒しのお守りと魔法のリンゴ、防御力が28、神ですね。殴られたら速攻で死ぬと思いますけど、ちょっとここ怖いんで、ラムダ神経だ、わざわざストライクパワーついてるとこに入っていっちゃった。あ、回復しませんね。やっぱりダメなんですか。あ、やばい、イーガが死ぬか。お、ギリギリ死なない。オッケーですね。アークをやっぱ一歩下げてね、魔法をガツガツ打たせていくのも今回は一強ですね。あ、違うな、マジックローブかね。これで魔力上がりますかね。ただちょっと魔力もね、そんなに高くはないので、何かしらで底上げしておかないとですね。まあ、レベルがあるからね、そのウィークエネミーがどうしても強いよね。トータルヒーリング。この二つがあればね、それだけでもアークは飯食っていける感じではあるんですが、MP もね、いかんせんそんなに高くないんで、使うときはちょっと場所をね、気をつけて、MP に気を使い回しながらやらないと、回復役がいなくなってしまいますからね。どっちかな、
見えないな。上かな。ああ、外した。で、ここに落ちてくるわけですね。で、失敗すると、ね、棺の中から、こんにちはということで、通します。さ、この子がずっとつけてたんだね。よくないですね。マジックローブ。あーまあでもサニーはもうちょっときつくなってきたから、魔力の葉を一番最初に持たして、エルクじゃねえよね、この子みたいに最初のターンで MP を回復させるっていう荒技を使っていくのもいいですかね。よし、じゃあまた無能なクイズに答えてさっきの場所に戻りましょう。よしよし、ここまで来ました。これは多分下なんだろうな。これで間違ったらどうしよう。あ、よし、こんなもんなんですよね。どこから行けんだ。どっちでもいいのかな。むむむ、これまた落ちてきたら大変ですよっていう感じの部屋かな。さっさと逃げ出したいですね。お、ここはちょっとまた周り別の方向から見てみようか。落ちんのかな。嫌だな、この辺まで来るとね。あ、なんや、何の問題なんや。何時に問う。デスハウンド、ドイルド、ドラゴンフライ、次に来るべきモンスター名は。え、なんだって今デスナイトな。え、わかんねえんだけど、イービルアイ。何だったんだろう。あ、しりとりだった、もしかして。このフロアではやり直しができます。はい。ちょっとわかんなかったな。なんかぼーっとしてたわ。こうか。で、あ、これちょっと手詰まり感があるか。あ、大丈夫だね。大丈夫。ほい。オッケー。あんまり難しくなかったね。これがさ、もっと難しかったら俺はもう無理だろうな。パズル系はね、苦手なんだよね。テトリスも直感だし、ぷよぷよなんかね、全然できないもんね。ある連鎖、先読みの重ねていくさ、そういうことができないんだよ。だから必ず俺右端からどんどん適当に積んでっちゃうんだけどさ、あれじゃダメなのかな。あ、戻されてきたし。こういうのは逆から辿ればいいんだよね。ここだな。何時に問う。地の戒めから解き放たれし、自由なる生き物とは、鳥、人間、蛇、蛇、鳥。そうね、空を飛べるといいよね。自由だよね。いやー、でもさ、一生懸命なんか修行すれば飛べるんじゃないかとか本気でね、昔思ってたんだけど、どうしてもなかなかそうはいかないよね。お、ここの宝箱ってさ、取れないのかな。こんにちは。ふんふんふん、いらっしゃい。
腐れ下同盟、もう逃げられねえぜ。そのセリフ、そっくりそのまま変えさせてもらうよ。テレポートとか使えばいけんのかな。さて、貴様らの首と引き換えにロマニアの将軍の称号をもらおうとするか。あなたもう将軍じゃないのかな。ふっ、私は強いぞ。みんなそう言って死んでったぜ。あ、そうかそうか。カサドールは、何も、ロマリアの将軍じゃなくて、アリバーシャとか、ね、この、アホバラードの、バカバラードか、の将軍であって、ロマリアの将軍ではないのか。ただ、手先っていうだけで。っていうか、いきなりサイレント食らったんだけど。やばいな。今回の曲はまたアレンジかかってるね。そして暗黒騎士カサドール。もうね、暗黒騎士なんて名前聞いたらよだれが出ちゃいますね。いや、いい曲ですね。どうしようかな、これマジックシールドかけてくれ。弱すぎる。オッケー、素晴らしい。シュレベル差がないのか、そんなに。85。お、名前がアヌビスだって、かっこいいですね。じゃあもう殴る蹴るを繰り返して効果、ちょっとあれが入ってないけど、入ってないっつうか、あ、このアイオライトじゃなくて、あれ、あ、使っちゃったか。なんかもうちゃんとローブつけておかないと。これホーリーブレスの役の人をやっつけないとダメだよね、最初に。避けるんじゃねえ。ねえ、確かに、危ねえ。サイレント直す、痛烈な針みたいな。ねえし、まあ、万能薬あるから、後で、使っていきましょう。面白い。まあ、危なくなったらね、回復果物と強力果物あるんで。あ、強力果物しかないや。やるじゃない。まあ、なんとかなるでしょう、この数だったら。やった、よし。どうすればいいんだ。精霊よ、我が力となれ。あ、レベル上がっちゃった。羅刹装備室の設置したね。なんか忘れてる間になんかすごいレベル上がってる気がするけど、まあいざ仕方ない。ほーら、よっと。シャッフルシャンパン。あ、場所間違えちゃった。どうする？おとなしくここはちょっと、あ、そうかそうか、この強力果物を使っておこうか。ほれ、すまない。いいってことよ。修行を取り当てこ。よし、行くぞ。まだちょっと足りないね、レベルが。甘いか。よしよしよし、無駄なものがついた。お、サイレントが外れたね。まあいいか。やったね、マイナス症状ついてるんで、こいつらに対してはなんとかなるでしょう。手加減はせん。暗黒騎士カサドールがね、まあ殺すのは最後に一人でやる。ほら、勝つだ。で、サニア、あー、サニアでシャッフルショット打てばいいかな。目の血が。あー、こっち来た。うわー、こっち来んな。あ、ごめんなさい、サニア。回復させてあげとけばよかった。こういう狭いステージだとね、どこに来るか分かんないから、ちゃんとケアしといてあげた方がいいな。ね、スケープゴートとか使ってさ、ごめんね。あ、女神の祈りか。いいや、このラマダ神社。よしよし、ゼーハーしてきたね。これあとほっときゃ勝手に死ぬかな。いきなりもうこいつらはいきなりね、死ぬことはないだろうから、ウィークエネミー使うにもちょっと場所が悪いもんな。まあいいや、暗黒騎士カサドール、暗黒騎士の名にはちょっと恥じてたぜ。やった。くっそ。
今度は私の番か。まあ今回はね、ボスだけ倒せばいいってことじゃないんで。おお、がっつり食らうね。やっぱラマダ神拳は強いね。でしっかりこれ伊賀の経験値になるんで美味しいですね。本当に美味しいですこのラマダ神拳。これ修行に終わりはない。オッケー、じゃあ最後修で、ぶっ放して終わりかな。さてどうする。決めちゃってください。勝ちは勝ちだ。オッケー、修強いね。しかしまあ男くせえメンツになってしまったが、肉体が激しいぜ。これか、ここの洗脳装置は兵器か。くそ、こんなもののためにどれだけの人たちが。ふう、怒り、悲しみ、憎しみ、心にできた暗い影に奴らは見逃さずに滑り込んでくる。増幅された黒い影、今度は簡単に人を加害者に変えちまう。俺たちの真の敵は一人一人の心の中にいるのかもしれん。行こう、ここもじき崩れるはずだ。そうですね、やっぱ人間を動かすのに怒りとか、ね、悲しみとか憎しみっていうのはすごいエネルギーになりますからね。まあ、ラタもそうだし、ラタだっけ、ナムだっけ、分かんないしさ、ね、最近もなんかね、ニュースでもすごいね、何十年もの恨みつらみで犯罪を起こす方がいましたよね。いや、いい方向にね、向かえばいいんだけどさ、そのエネルギーは大体いかないからね、そういうその負の感情で起きた行動っていうのは難しいね、人間も本当に。まあ、その点 R は怒らないんで、あんまりエネルギーが湧いてこないんだよね、恥ずかしい話。悲しみも、まあ、あるっちゃあるけど、そこまで動かないもんな。今一回は動いたか。ありがとうございます、みんな無事でした。もし再び仲間を失っていたらと思うと、俺は間違っていたのでしょうか。結果的には間違ったかもしれないが、それも仲間を思う気持ちが間違わせたのであって、そのことであなたを責める人はいないと思うが、それともいるのか、この中にナムが悪いと思っているやつが。ナムだったね。ナム様は悪くない。そうとも、一番辛い思いをしたのがナム様じゃないか。ナム様、どうか一人で何もかも背負い込もうとしないでください。みんな素晴らしい仲間たちでしょう。だからこそ俺はそれを奪ったアリバーシャが憎かった。だがそれも全てロマリアの計り事だったとは。兄上、やだ、俺は部族を出ようと思う。兄上、俺なんかよりお前の方が立派な族長になるだろう。そして俺はアリバーシャとバルバラードを和解させるため残りの人生を使おうと思う。兄上、それは無責任というものでしょう。何、兄上が兄上なりに責任を取りたいという気持ちはわかりますが、それは一見責任を取るように見えて、実は責任の放棄に他ならないじゃないですか。そうですか。責任を取るつもりなら、これからも族長としてみんなのために尽くすべきです。そうだよ、俺らの族長はナム様しかいないよ。お前、ラタの気持ち考えたことあんのか。私たちを見つけないで。見捨てる、そんな風に映ってしまうのか。俺は何も分かっちゃいない。みんな兄上を必要としているのです。それにアリバーシャとの和解だってみんなで力を合わせた方が成功しますよ。分かった、分かったよ、あなた。みんな失敗ばかりの続称だが、これからもよろしく頼む。ヒューヒュー、やんややんや、ラタ頼りにしている。みんなで頑張りましょう。それが母上の供養にもなるはずです。負けんなよ。ええ、どれだけ時間がかけてもやり遂げてみせます。そうさ、何も焦ることなんてない。ガーク、今の俺らには時間がない。そろそろ行こう。あなたたちに受けた恩はサル族である限り忘れません。サル族はいつの時、いつ何時であれあなたたちを歓迎します。じゃあ元気でな。
この曲のままなんだね。よし、じゃあ今回はまだムハドにちょっと入って終わりにいたしましょう。43分になっちゃった。ピラミッドはね、時間のかけ方がちょっと特殊だったから、ね、ステージ自体はねそんなに長くなかったからね、ちょっと微妙な時間で、ね、長引いちゃったかもしんないけど、ごめんなさいね。まあただアーグザだとはね、アップロード時間早いんで、ね、こちらとしては何の問題もないということになってますが、お金がすごいな。何かに使ってるかな。じゃあ今回はこれで終わりにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。